こういうタイトルをつけたんですけれども、ちょっと最初と最後に少しだけ結局全体のことも含めてお話しさせていただきたいと思います。まずこの結局データベース、大きく2つの部分があって、この左側と右側ですけど、左側の方は、これ従来からの結局で、あらゆる生物についてゲノムとかメタゲノム、メタボロムといったようなタイプデータを解釈するためにための部分ですね。で、こちらはその特定の生物ではなくて、何の生物でも使えるような、我々結構オーソロジーと言っているシステムを使っているわけです。で、右側の方はヒトゲノムをもっと細かく見て、ヒトゲノムの多様性というところから、これを疾患とか医薬品図だと、このケクメディカスの部分ですね。この部分は NBDC からずっとご支援をいただいている部分ですけれども、こういう全体的な位置づけとしてはこういうふうになっている。それで、この左側の方ですね。で、これ最近よくケクなんで始めたかとか聞かれることあるんですが、これケクを始めたのは1995年なんですけれど、これタクソノミー、今 NCBI でもそうですがね、タクソノミーの一番上はセルラーオーガニズムというふうになっているわけですね。で、つまり地球の、ウイルスは生命でないとすると、その地球上の生命が全て細胞から成り立ってて、その細胞は、その生殖細胞系列つながりがあって、我々も母親の卵巣細胞からスタートしているわけですので、細胞としての連続性がずっと生命の起源まであるわけですね。で、その中にどれくらいの情報が入っているのかということなんですけれども、よくゲノムっていうのは生命の設計図という言い方をしますが、私もこれ20万年前に言ってた辛いことをまとめここに言ってるんですけれども、そのゲノムに書かれているのはあくまでもその、パーツリストみたいな、生命を構成する部品のリストであって、その部品からどういう相互作用したり反応したりしているかという、その情報はこの細胞に書かれているという立場をずっと取ってきました。で、つまり生殖細胞系列としてそういう情報が伝わっているはずだと。で、それを具体的にやるために、この結局のパスウェイとかがあるわけなんですけれど、ここにお示ししたのは、これ人と植物、バクテリア、アーキアで、これは代謝マップの、結局の代謝マップのグローバルマップで、どういうふうに色がついているかということを示しているわけですが、つまり、どういう遺伝子から、とりわけのネットワークができているかということを示しているわけですが、それは逆の言い方をすると、人のネットワークというのはこういう形、人の代謝ネットワークというのはこういうふうに発展してきたし、進化してきたし、代謝菌はこうなっていると。で、この部分は糖鎖の部分ですけど、明らかにこう人と大きな違いがあるわけです。で、それがこのマーケルのパスウェイのデータベースなわけですね。で、大きく、その基本的なネットワークと細胞レベルの、細胞分裂とか細胞質とかそういうものと、これが個体レベルで免疫系だとか疾病系だとかそういったもの、それから人の疾患に関するネットワークを、パスウェイデータベースとして作ってきたわけです。で、これ一つの例で、非小細胞肺がんのマップですけど、こういうふうに赤く書かれているところは、遺伝子変異とか、融合遺伝子とかあるバリエーションがある部分ですけど、このマップの上、これクリックしても出てくる情報は、その標準の遺伝子情報しか出てこなかった、来ないわけです。で、そこで、今回のこのプロジェクトでやっている、このケックネットワークという開発を始めたわけですけれども、これはその個々の遺伝子バリアント、あるいは遺伝子バリアントだけやってウイルスとか、他のような環境因子とかも含めて、このネットワーク、これは今このシグナリングのマップ系の部分ですけど、これがどういうふうなネットワークのバリアントとなっているかという、そういう具体的なデータを集めるということをやってきているわけです。で、これは我々チームの田辺さんが主にやっているわけなんですけれども、例えばここに N0014 というのがあって、これをクリックすると、こういう情報がありまして、具体的に、この遺伝子バリアント、これ EGFR の変異ですけども、これがその、恒常的な活性、この ERK の恒常的な活性化に
つながっているわけですが、こういうものを全て論文ベースで集めてくるということをやっているわけです。で、この具体的なバリアントの中身は、ここをクリックするとこちらのバリアントのエントリーに来て、それぞれどういうものがあって、我々の立場のバリアントって本当に一つ一つ のバリエーションを集めているわけじゃなくて、それは何らかの意味で、特にその機能的な観点で同じものであれば一つのエントリーとしてまとめると。ですからこれ具体的にエキソン19のデリションと、それからこのアミノ酸のミューテーションが一つあるんですが、それからさらにこれをまた外部のデータベースにつなぐと、このアミノ酸ミューテーションに対していろんなグレーチドの違う変異もあるわけで、クリーバーとか DXN だと、複数に対応づくわけですが、こういうふうな階層があるんですけれども、我々としてはこのバリアントという単位を定義して、でそれでこのネットワークのエレメントというバリアントも定義していくということをやっているわけです。で、この結局のネットワークのデータベースは、今お見せしたエントリーをネットワークエレメントと言ってるんですが、ネットワーク、ここのネットワークエレメントとそれをたくさん並べた、先ほどお見せしたようなこのバリエーションマップと言ってるんですが、アライメントしたような図ですね。そういうものが構成される形になっています。で、一つ一つのネットワークっていうのは、ここに今どういうノードがあってどういうエッジがあるかっていうことを書いてるんですけれども、先ほども言いましたように、人の遺伝子のバリアントだけじゃなくて、ウイルスとか他バクテリアとか、そういうパソリンだとか、あるいはそのケミカルな物質だとか、薬もそうですけれども、何らか そのネットワークに対して影響を与える物質だという観点で、データベース化を行っています。で、これ去年この東部の日でのガーグのネットについてご紹介しまして、その後12月1日から公開してるんですが、今回ちょっとそれプラスこの薬の、特にこの遺伝子バリアントに対する薬がどういうふうにあるか、これはすでに使われている薬がどうなっているかというものを含めた図をお示ししています。こちらもこれもさっきの ERK のパスウェイですけれども、そのいろんなネットワークのバリアントがあって、ここに書いてあるのはそのがんのタイプがあって、でさらに薬があるということで、これが我々のタイトルに書きましたゲノムと、疾患と医薬品のこうなネットワークとして統合するという、イメージはこういう形で表現しているわけです。で、その後がんの後に2つのネットワークタイプを追加しているんですが、一つはウイルスのネットワーク、もう一つは内部に対して疾患のネットワークです。で、ウイルスについて2つだけ例をお見せしますけれども、これはカポシサルコマアソシエイテッドヘルペスバイルス、がんウイルスですね、がんウイルスなんで、これマップケアとか、それからこれは細胞分裂を引き起こす方の、ものですけど、それからこちらの PI3 系のパスウェイというのは、アポトーシスを回避させるがん細胞がその、死なないようにするということに関係したパスウェイなんですが、この紫で書いたのがウイルスのタンパク質で、赤いやつはこれは肺がんで出てくる、ARP 遺伝子の有効遺伝子のなんですが、結構いろんなそのパーターベーションのやり方というのはちょっと似てるかなというところがこれで見えてくると思ってるんです。で、だからこちらが確かにバイオラルオンコプロテインと言われますけれども、そのパーターベーションのやり方はちょっと似てるかなと。で、もう一つの例は、これは免疫系に関するもので、ケモカインとかケモカインリセプターも結構ウイルスタンパク、この中には結構配列的に似てるやつも含まれるんですけれども、結構似たようなことを示している。ちょっと言い忘れましたけど、緑で書いてるのはこれはバリアントのない、レファレンスのネットワークと言ってますが、結構パスウェイマップとかで出てくるものについてはこういう緑の表記をしています。
で、それに対して結構いろんなウイルスのタンパク質が同じ、ゲノカインとかゲノカインレセプターと同じような働きをしているということで、これを、バイラルミミクリーという言葉で言っている 人もいます。で、もう一つのネットワークはエンドクリーンネットワークで、これ一つだけご紹介しますと、これはホルモンの自体の、ネットワークといいますか、つながりが、CRH、CTH、コルティゾールというのがありますけれど、このコルティゾールが過剰分泌する、クッシング症候群っていう疾患があります。で、これ大きくこの 上から制御するホルモンに ACTH に依存するやつ、依存しないやつっていうのがあって、ここ CRH の経路があって、上の方に ACTH からの経路が書かれているんですが、ここにちょっと色付けしているのがクッシングシンドロームに関係したネットワークエレメントです。で、これ一つだけ言いたいことは、ここに、プラテンカイネスなんですが、PRKA というキナーゼなんですけど、この多様性がある人と ACTH 依存性クッシング進行症候群の関連があるというような報告が出ていまして、ただこれは今診断には使われていないんじゃないかなと思うんですけども、こういうものがこの ACTH 依存性か非依存性かの判定に使える可能性はあると思っています。で、あと少しだけ追加で、この今のプロジェクトでやっていることの一つ、今 ICD-11 を公開しました。で、 ICD っていうのは国際疾病分類ですけれども、今まで ICD-10 が10だったんですが、これが11番、今年の6月に、WHO が公開しまして、で、我々もこれを取り上げられる伊藤さんとか矢野さんの方に番号付けをやってくれたんですけれども、ICD-11 というのを、公開しました。で、あとちょっと一つだけ、これも以上が結局メディカスなので、一つだけまだ結局全体についてのコメントを一つさせていただきます。で、まず、結局はもともと代謝系から出発しているので、EC 番号ですごく重要な情報で、ずっと使ってきているわけですが、今回この EC の7番っていうのが、こうやって皆さんご存知でしょうか。新しく、トランスロケースっていうのは、従来からあるものから移されないものがほとんどなんですけれども、というのはクラスができました。で、ここにある図がですね、これは我々結局というのはパスウェイデータベースをよく調べてますけども、我々の一番今パスウェイと同じくらい重要と思っているのは、ここの遺伝子タンパク質に対するアノテーションの情報なんですね。で、それは当然そのタンパクとかの個々のタンパクについてちゃんと実験的にその機能を確かめた論文があって、その論文に使われたタンパク質のアミノ酸配列があって、でそれをもとに我々の KO という蛍光素粒子を定義するという、そういうプロセスを踏んでるんですね。で、 EC 番号についてたくさんありまして、あるんですけれども、ここにこれそれぞれの年にどのぐらい EC 番号が新たに追加されたというのを書いてあって、で、青くなっているのはその論文からちゃんとどの配列を使ったっていうことが確定できたもの、昔はもともとこの酵素を分離しているので、追加シンクルがやってない酵素もたくさんあるわけですね。でもそれが今データベースの中に結構つけられているんですが、それがどのぐらい進化できるかということにつながるんですけれども、ここもタンパク質実験データに基づく、機能に基づいて、アンテーションができる、でそれがさらにパスを作るとかいうところにつながっている話になるんですけど、このところこういうところに力を入れているということをちょっとお示ししたくて、この図を紹介させていただきました。以上です。